リバプールが遠藤選手不在のピンチを乗り越えた。プレミアリーグ第31節でリバプールはシェフィールドユナイテッドと対戦。怪我で欠場した遠藤選手を応援する地元サポーターの方が現れる中、試合はリバプールが3対1で勝利。75分まで1対1と厳しい試合だったが、見事に首位をキープした。以下、この試合の海外の反応、そして遠藤選手や新たなネットミームを生み出したヌニエス選手のエピソードをご紹介する。ヌニエスを手助けする遠藤。ブライトン戦で3点目を取り消された時、遠藤がヌニエスに代わって審判に何かを言っていた。英語が喋れないヌニエスのために遠藤は通訳の仕事までこなしている。遠藤は語学の勉強が趣味の一つだから、ヌニエスとスペイン語で少し会話ができるのかもしれないね。もちろんだ。勤勉な遠藤にとってそのくらいの作業は簡単なんだろう。新たな才能を発揮するヌニエス。今日のミーティングのアジェンダ、私たちのプロジェクトを進めるために良いスローガンが必要です。ダルウィン・ヌニエスさん、ご参加ありがとうございました。ヌニエスの馬への愛情がわかる素晴らしい動画だ。これで私たちのアースデーも安心だ。リバプールは環境問題にも真剣に取り組んでいる。ヌニエスがあまりにも美しい馬を描くから笑いが止まらない。呼吸ができないよ。この男はピッチの中でも外でも芸術家ということが分かった。 99% 印刷されたものだと思うが、 1% は実際に描く技術があるとヌニエスは思わせてくれる。スコットランドとフランス人が話す英語を聞きながら、ウルグアイ人のヌニエスはミーティング中に絵を描いている。さすが SNS で馬の描き方を勉強しただけのことはある。彼は年末からこの日のために初心者向けのお絵描きビデオを見て学んできたんだ。ヌニエスが実際に描いた絵はこんなもんだろう。彼が多大な努力をしたことは明らかで、その情熱は英語学習においては役に立たなかった。ケレハ、あれは誰の馬ですか？馬を持っているのはオーウェンだろう。馬主といえばマイケル・オーウェン。おそらくオーウェンはこれからスカイスポーツでヌニエスへの適切な評論ができなくなるだろう。ケレハーがネットミームを使い出したのには驚いた。この男は過小評価されている。ヌニエスが馬の絵を掲げ、ケレハーがこのセリフを言った時、私は完全に吹き出してしまった。新たなネットミームを提供してくれたヌニエスとケレハーは本当に素晴らしい。前の試合で遠藤の帽子とマウスピースはすぐに売り切れてしまいました。今回はお見逃しなく。試合前の遠藤の怪我に対する反応。ブライトン戦で接触のあった遠藤が打撲で欠場するかもしれない。マジでショックだ。神様、ノーと言ってくれ。遠藤は最終テストに合格した。彼がいない時に人々はうなり、同じことができる選手がいないことに気がつく。私たちはすでにアジアカップでそれを経験しているけどな。ゴメスさん、あなたの出番が来ましたよ。ヒアウィーゴメスってやつだな。ゴメスはあくまで緊急時に使うものだ。代わりとなる選手がいるなら積極的に使うべきでない。マックアリスターを遠藤の位置で使うよりもよっぽどいいと思うけどな。この試合はともかく、マンチェスターユナイテッドとの試合に間に合わなくなると厄介だぞ。いや、でもこの男は怪我しても120分間プレーしても大丈夫だったぞ。遠藤はマシーンなんだから休みを取る必要はない。イエローカード10枚による2試合の出場停止が怖い。それはヌニエスにも言えることだ。リバプールの1点目。ダルウィン・ヌニエスが絶対的な贈り物とも言えるプレーで先制点を決めた。懸命にプレーしていたヌニエスがうまく相手ゴールキーパーのミスを誘った。ヌニエスは文字通り空飛ぶウルグアイ人だ。今までこんなにクレイジーなゴールを見たことがない。彼は普通にゴールするのを嫌がっている。ヌニエスは今季ゴールとアシストを足すと30得点に関与している。この男に敬意を払うよ。まったく、なんて選手なんだ。この9番を誰か他の選手と交換するという選択肢はなくなってきたな。カオスを生み出してくれるヌニエスは最高。私の好きなタイプのフォワードだ。この男に本当に恋しそうになっている。ヌニエスはハーランドよりも優れているだろ。絶対的なストライカーだ。もしハーランドが同じプレーをできるのなら証明してほしい。これはヌニエスにしかできないプレーだ。彼はこのゴールを決めるとき、ボールすら見ずにシュートを放った。本当にクレイジーだ。ハーフタイム。前半のリバプールは 83% ボールを支配している。だがゴールは1点。これは喜ぶべき結果なのか、恥ずかしい結果なのか。私たちはペナルティエリアに11人選手を配置するチームと対決している。だがモハメド・サラーやコナテなど、ラマダン関係者のために飲水、栄養摂取タイムが設けられたのは良かった。早くゴールを決めて、私たちの心を落ち着かせてください。後半に必要なのは間違いなく先制点。終了間際に変なことが起きるのは避けたいからね。攻撃面で本当にストレスがたまる試合だ。ボール支配率ではなく試合に勝とう。前半のゴールはラッキーだった。あと2点か3点は取れるはず。フラーフェンベルフがピッチに何をもたらしてくれるか、今のところはまだ理解できていない。彼の運動能力を生かすためには
もっと攻守が切り替わる試合で起用する方が好ましい。より決定的なチャンスを作るためにエリオットと交換することを検討してもいいと思う。いや、フラーフェンベルフを叩くのは悪い傾向だね。彼は別に何も悪いことをしていないだろう。遠藤が見に来ているな。イギリス諸島で一番可愛い日本人男性。マックアリスターが遠藤のポジションでプレーしているせいで相手のブロックを崩すことができない。休みなんてクソったれだ。遠藤とマックアリスターは毎試合プレーさせるんだ。遠藤、アレクサンダー・アーノルド、早く戻ってきてくれ。ルイス・ディアスのサッカーゲームみたいなドリブルですよ。恐れることなく相手に立ち向かい、ドリブルで完全に相手選手を置き去りにしている。左のウイングは完全にお前のものだ。最高だ。ルイス・ディアスのドリブルは稲妻のように鋭い。リバプールの2点目。マックアリスターの素晴らしいゴールが飛び出した。まるでジェラードみたいだ。フルハム戦の遠藤のゴールみたいだ。マックアリスターのことを愛している。これで一安心。58分にオウンゴールで同点に追いつかれたが2対1になった。もうマックアリスターはバロンドール受賞で決まりでしょうな。マックアリスターは6番と8番をこなせる最高のハイブリッドなミッドフィールダーだ。現在世界最高のミッドフィールダーがここにいます。彼がシュートを放つとロケットのようにボールが飛んでいく。もしマックアリスターが俺の奥さんと一緒にいるところを見つけても俺はすぐに謝ってしまうだろう。リバプールの3点目。ロバートソンのクロスからガクポがヘディングで決めた。途中出場から大きな仕事をしてくれた。コーディー・ガクポ、お前が決めてくれて私はすごく嬉しい。これが残りのシーズンの後押しになるといいな。ガクポのことを諦めないでください。サポーターからのチャントが聞こえる。リバプールがリーグのトップだ。試合終了。ボール支配率 83.1%。 リバプールはプレミアリーグの記録を更新した。今日の MVP はマックアリスター。彼からは優勝に対する断固たる決意を感じる。アルゼンチンとウルグアイ人のコンビはメッシとスアレスからリバプールの選手に変わった。私たちはリバプールで新しい時代を目の当たりにしている。マックアリスターは直近9試合で5ゴール5アシストだ。このアルゼンチンとウルグアイ人の象徴的なパフォーマンス。ヌニエスもまだまだ成長できそうだし、今世界で最も面白いストライカーだ。マックアリスター、ガクポがゴールを決めてくれてハッピーだ。彼は一生懸命努力している。試合後の遠藤への反応。日曜日の試合では遠藤とカーティス・ジョーンズ、マックアリスターを先発させられるといいな。この3人の先発が現時点でのベストな組み合わせだ。もし遠藤が復帰できなければソボスライかエリオットが先発にふさわしい。エリオットは中盤よりもモハメド・サラーの代わりに先発するべきだ。マックアリスターを6番の位置に止めておくのは犯罪だし、休んだ遠藤は悪いやつだ。遠藤はリバプール全体の構成の全てだし、彼を外すのはあまりに大きな決断だ。俺のために遠藤は次のマンチェスター・ユナイテッド戦に先発してくれ。遠藤の影響力が恋しい試合だった。彼がいる時といない時のインパクトの差はあまりにも大きい。そうだ、遠藤を連れてこい。日曜日はオールド・トラッフォードで宴会をするんだ。遠藤の出場見込みがあることは今夜を締めくくるのに最高のニュースだ。日曜日の遠藤はプレーでメーヌーを学校に送り返す必要がある。遠藤の不在はリバプールにとって大きな損失だ。日曜日の試合は絶対に勝ってくれ。